バタモテラジオ。プロプレイヤーの皆さんもこんにちは。もこっちこと黒木智子を演じています吉田泉です。この番組は現在好評放送中のテレビアニメ、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、通称わたもての魅力や裏話をお届けするソロプレイヤーのソロプレイヤーによるソロプレイヤーのための番組です。学生の皆さん夏休み終わりましたね。おめでとうございます。クラスに2学期デビューしてる子はいましたか？金髪ビッチになってる女の子はいましたか？3日に1回彼女変えている男はできましたか？さあそんなあなたはどうなってますか？変わってないそうですか、平和なことですね。さてさて、ついにアニメのオープニングテーマ、鈴木好みキバオバアキバの私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いとエンディングテーマ、黒木智子 CV 切った泉、どう考えても私は悪くないの CD がそれぞれリリースされました。皆さん手に取ってくれましたか？なんとね、黒木智子のカップリングのゆうちゃんの歌が同じメロディーだったとはね。アレンジってすごいですね。アレンジが違うとあんなにもなんか平和な曲とみたいな曲になるんだなって思ってちょっと感動しましたね。皆さんぜひまだ手に入れてない方、聞くとびっくりするのでぜひオープニングエンディングともに買ってみてください。さあそしてアニメの方は第9話までがテレ東では放送されましたが、第8話までが全国で放送されているということで、ついにキーちゃん来た、くぎみやさん来た。いやまさかくぎみやさんがねキーちゃんだとは皆さん思いましたか？めっちゃ可愛かったですよね。そんな中でもこっちはまあいつもながらというかね、ついにカードゲームの話が出てきたんですよ第8話ね。カードゲーム、まあここから先あんま言えないな、とりあえず良い子は真似しないでねっていう感じのシーンが出てきましたが、まあでも私一カードゲームプレイヤーとしてなんかもこっちがカードゲームをやっているということが、まあいろんな事情はさておきすごい嬉しかったですね。しかもこうやってカードゲームの女王って呼ばれてるんですよ、子供たちに。私カードゲームの女王って言われて4年前3年前ぐらい仕事してたんで、一緒じゃんって。まあまあ私はまとも真面目にこうやってる人ですけど、そんなんでね、初め漫画読んだ時にすっごいびっくりして運命を感じた話数だったので、なんか思い出が強い話数でございます。そんなわたもてのカードゲームのスリーブが9月6日に発売しますよ。先行販売は前にイベントでしてましたけど、9月6日からはカードゲームショップとかに並ぶということなので、皆さんぜひ友達ぐらいなら別になってやってもって書いてあるので、それでぜひソロプレイヤーから脱出してください。それではどうせ暇なんだし最後まで聞けよな、わたもてラジオ。モテないし番組始めるか。わたもてラジオ、この番組はわたもて制作委員会の提供でお送りします。わたもてラジオ、本当にこのラジオ聞いてるやついるのかよ。モテないしメール紹介するか。全国のソロプレイヤーの皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。グワグワグワ。なんとですね、オタクカメラというアプリがありまして、 Android や iOS、 まあ iPhone とかで、なんとこのオタクカメラにもこっちのフレームが登場します。ここにそのここにそのフレームをいただきましたが、すごい、もこっちと一緒に撮れる、いやもはやもこっちの中に顔が入れる、いやもはやイケメンになれる、もこっちをぼっちから救出できる、あれゆうちゃんと二人でも撮れる。はあ、めっちゃいっぱいフレームあるんですけど、モブキャラの中に自分の顔をはめてもこっちとツーショットとかもできるし、これはなんか一面にあの1話のあの弟に最後遭遇してってなってる顔がある。これどうやって自分入るんでしょうかね。
いささか謎です。そんな中、キッタのお気に入りはこのあのね、鏡、あのなんだ、イケようと思ってツインテールにして、なんかちょっとネクタイ緩めて、なんかちょっと、なんかちょっと残念なことになった鏡に映ってるモコを、これは自分が実際で鏡に映ってるのがモコっていう風にできるので、これでなんかモコのちょっとコスプレとかしてこれ撮ったら超楽しそうだなって思いました。あとコンビニのこのイケメン店員さんの中に顔をはめて、誰でもイケメンになれる、いやなれないか誰でもイケメンになれるシステムのこうフレームとかもあるので、あとおえとか、あとぼっち弁当、あーいっぱいありますね。これちょっとなんか皆さんこれ撮って番組宛てにメールでこうファイル添付して送っていただけないでしょうか。あ、ちなみにね、ホームページに載るから載ってもいい人だけ送ってください。恥ずかしいでしょうね、これどれでも恥ずかしくないですか。でもさぞかしぼっちプレイヤーの皆さんは超面白くこのフレームに入り込んだりとかしてきっと送ってくれるんだろうなって思うので、まあ私もこのアプリちょっとダウンロードできたらどっかに上げてみようかなって思いますので、ぜひ皆さん送ってください。お待ちしております。オタクカメラだよ。ではではお便り読みたいと思います。ソロプレイネーム筑前滝さんからいただきました。ありがとうございます。キッタさんもこんにちは。もこんにちは。わたむて6話見ました。もこっちが心が折れて秘密の場所へ行き、そこで中学生と出くわすシーンがありましたが、そこで心が折れている状態の中、勇気を出して中学生に話しかけるもこっちがとても愛おしくなりました。私もそういう経験がありました。私も心が折れた時など秘密の場所へ出向くのですが、ある日秘密の場所に行くと、そこにはカップルが。あの日ほどリア充を恨んだ思い出はありません。キッタさんも私だけの秘密の場所というのはあったりしますか。ちなみに私の秘密の場所は昔よくエッチな本を拾っていた場所でもありますどうでもいいわ。あー、そうですね、秘密の場所。あ、でも昔そういう秘密基地憧れたけどな。どこだろう。今はないけど、昔は私実家が川沿いだったので、受験勉強の時とかすごいもう行き詰まると川に行って、川のテトラポットの上で朝まで過ごしたこととかありましたね。なんか目が慣れてきて明るくなって、しかもカニとか歩き出すんですよ、夜中とかポチャンとか。で割と明るいので、まあ平和な場所なので、朝まで一人テトラポットとかにいて、なんかちょっとナルシストなのかあれはでも秘密の場所に一人で行く人って、なんか、あ、ごめん、この人ナルシスト扱いしてるけど、なんかちょっとナルシストな感じありますよね。あ、ここが俺の場所みたいな。でも今欲しいな、なんかあったら行く場所ないな。小学校の頃はなんかマンションの横がなんだっけ、ケムシ工場みたい、ケムシ工場、なんか柵を乗り越えて入ると原っぱがあって、ケムシが大量にいる場所なんですけど、そこにはもう誰もケムシばっかりで来ないんで、子供たちの聖地みたいになってたんで、そこによくケムシ工場行こうぜみたいなこと言ってやってもいたけど、いいな、秘密の場所欲しい。あー、大人になるとなくなりますね。続いてソロプレイネーム、自分の全盛期は小学校までさんからいただきました。ありがとうございます。キッタさんもこんばんは。もこんばんは。アニメ第6話見ました。今回もモコッチは凄まじかったですね。こんなにも笑えるのに、どこか心が痛くなるアニメは初めてです。うん、毎週もこっちとの共通点を見つけては、一通り笑ってから自分の過去を思い出して遠い目になっています。さて今回もこっちはモテ期みたいなのが来てましたね。前にどこかで読んだのですが、人は人生に2回しかモテ期が来ないそうです。
消耗品だそうです。嘘。キッタさんはモテ期はどうでしたか？それともまだ来てませんか？失礼だな。ちなみに自分は幼稚園、小学校で使い切ってしまったようです。小さかった頃はどういうわけか女の子に好かれました。いきなりキスされたり、抱きつかれたり、一日に3人に告白されたりしました。マジ。護衛隊みたいなものまであったりしました。嘘。今となっては見る影もありません。 あの頃の自分が羨ましいです。まだ来ていないなら、キッタさんはモテ期を有効にお使いください。私も小学校だな、多分。てか小学校って多分男女限らず足が速い人がモテたりするじゃないですか。私足めっちゃ速かったんで、学年で1、2を争うぐらい速かったので、そうですね、小学校はモテました。潔いでしょ。小学校はね、小学校はだってなんかさ、モテる理由が男女ともちょっとおかしいじゃないですか。そうですね、小学校。そうですね、小学校。じゃあ、あと1回やるってことじゃないの？でもこれからも適宜？いらないなぁ。ていうか、でも私、モテるモテないって、そもそも、なんかモテるって言ってる人って、どういう環境で生きてんのかがよくわかんなくて、だって普通に生きてたら、まず男性と知り合わないじゃないですか。仕事以外の男性、まず知り合わないじゃないですか。そんな中で、モテるって、どうやるんですか？ なんか、みんななんか、いや、なんか最近、でもモテるよね、とか、まあモテてないけど、みたいな。なんか、何ですか？仕事関係の人から告白とかされるんですか？出会いを作る。そう、だから多分モテるって人って、その合コンやらなんかそういうのに行ってないとわかんないですよね。だから私、自分モテるって人は信用しません。なんだ、どうせなんかいろんなとこ行って遊んでるんだって思いますよね。普通に生きてたらみんなモテないよ。みんなソロプレイヤーだよ。以上、切った泉でした。皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。どうせモテないんだし、これからもどんどんメールを送ってくれ。わたもてラジオ、別に聞いてくれなくても悔しくねえし。モテないし、ソロプレイヤー認定するか。こんなことしてるけど、もしかして私ってソロプレイヤーですか？ソロプレイヤーとして生きていくためにこんな技術を身につけた。そんなソロプレイヤーの皆さんからのメールを紹介し、そのメールの内容が立派なソロプレイヤーか、もしくはソロプレイヤー予備軍かを判定したいと思います。さあ、今宵の子羊を、カモン、ベイベー。ソロプレイネーム、カイダさんからいただきました。ありがとうございます。一緒にカラオケに行ってくれる女の子がいないので、男女のデュエットの曲を一人で一生懸命歌っているうちに、声の音域が広がって、3オクターブ出せるようになりました。一般的な男性の音域が2オクターブらしいので、かなりのもんだと自負しています。人からでこんなスキルを身につけた僕はソロプレイヤーでしょうか？ソロプレイヤーです。一人カラオケね。私も何年か一人でしか行ってないな。仕事っていうか、もうダメだ。もうメンバーとしか行ってない。 メンバーとは行ったけど。カラオケか。今でも誰かとカラオケ行けない。恥ずかしくて歌えない。なんか仕事で歌うようになってから恥ずかしくていけないですね。でも男女のデュエットの曲わざわざ一人で行って歌う、その心って強いよね。普通一人で行ったら一人の曲しか歌えないよね。いや、そのぐらいの立派な心を持っていたらいつでもソロプレイヤーから抜け出せると思います。あと一歩、その勇気を出せば君はリア充だ。 それはちょっと無理かな。続いてソロプレイネーム、なぎさんからいただきました。ありがとうございます。突然ですが、恥ずかしいことを告白します。何？卒業アルバムの最終ページに白いページがあるのですが、あれが何なのかつい最近まで知りませんでした。あれって
リア充が寄せ書きをするスペースだったんですね。僕の卒業アルバムは常に真っさらです。こんな僕ってソロプレイヤーでしょうか。え、あ、かわいそうよ。これ寂しいですね。私は、少々は書いてもらいましたね。でも埋まらないよ、あんなの。あ、でも確かにすっごい友達が多い子とかは、埋まってましたね。ああ、確かにあそこって、どんだけリア充かの見せ所なのかもしれない。ちょっと皆さんもちょっと、卒アルとか見返してみたらどうですか？そこにいる、今笑っているあなたも真っ白なんじゃないですか？ああ、悲しい過去を思い出すことになっちゃいますね。見直してみてください。続いて、ソロプレイネーム、ひとめぼんごれーのさんからいただきました。ありがとうございます。伊豆様もこんにちは。もこんにちは。先日誘われて合コンに参加してきました。僕のタイプの女の子がいたのですごく楽しめたのですが、その女の子にメルアドを教えてくれるように頼んだらお断りされました。はぁ、モテないし一人で人生ゲームでもやるか。こんな僕はソロプレイヤーでしょうか。いやいや、合コンに参加してる時点で全然ソロプレイヤーじゃないじゃないか。これはこれを聞いてるソロプレイヤーさんたちに超反感食らうし、超失礼だぞ。全然だよ。私だって一人で人生ゲームやるよ。つうか一人でしかこの10年ぐらいしたことねえよ。あ、でもオンラインだから一人じゃないかな。なんだ合コンって。いいね。そういうお便り初めてじゃないですか。こういうなんかリア充っぽいやつ、まあ求めてないけどな。ソロプレイネームきなこもこっちさんからいただきました。ありがとうございます。ここ何年も自分が写った写真がありません。ちょっと待って、どこ思い起こせば、それはもうすでに何年も前になる高校の卒業アルバムか、あとは免許証の写真ぐらいしかありません。こんな私はソロプレイヤーでしょうか。ソロプレイヤーっていうか、なんつうか、あ、そうだ、こういう時は励ますんだった。でもさ、免許取ったならいいじゃないの。何言ってんだ。自分が撮った写真？自分をじゃなくて自分がって書いてあるよ。自分が写ってる写真、あ、やっぱそっち。自分が写った写真がありません。そうか、でも私もプライベートではそんなに撮らないと、あんまり、あ、でも私多分この仕事してなかったら写真を一切撮らなかったと思います。もうちっちゃい頃からもう自分がすごい嫌いだったので、写真にもう写る自分を見るのが嫌で、だから写真をこう親とかに撮るよって言われてももう全部後ろ向いたりしてたんで、私も多分仕事以外の写真が多分中高とか本当にないと思いますね。大学はまだなんかプリクラとかを友達と撮ったりしてましたけど、いいんじゃないですか。もうこっちみたいにこう一人でプリクラ撮って、そのプリクラを眺めて寂しくなる。あー、そんなことがあったら番組にそのプリクラ送ってくれてもいいよ。はい、みんなさんももしかして自分ってソロプレイヤーかもと思い当たることがある人はどんどんメール送ってください。以上、モテないしソロプレイヤー認定するかでした。わたモテラジオ、お願い聞いて。モテないしソロプレイできる遊びでもするか。皆さんから送っていただいた一人の時ついついこんな遊びをしています、こんなソロプレイがおすすめだよというオリジナルの遊びを私がスタジオで実際に遊んでみるコーナーです。さあさあ、今回のソロプレイはどんなかな。ソロプレイネームワラティさんからいただきました。ありがとうございます。左手人差し指の上に右手人差し指を置きます。
その上に左手中指を置きます。一番下の左手人差し指を一番上に移動させます。以後一番下一番上をひたすら繰り返します。楽しいですね。楽しくね。え、あ、こうか。左手人差し指の上に右手人差し指、左手左中指、その上に右手中指、4つを置く。一番下の左手人差し指一番。どうしよう、全然楽しくない。アウトー。つかなんかこれ右どっちに行くんだろうって考えてると無言になるので、これはラジオとして成立しないので次行きます。ソロプレイネーム猫田さんからいただきました。ありがとうございます。気がついたらふとやってしまう遊びなのですが、針金のハンガーを耳のやや上の方にはめると首が勝手に動くんです。首に力を入れないでおくと効果的です。何それ、何それ、知ってます？何、勝手にってどういうことですか？針金の耳のや、え、このままですか？この針金のままフックを耳の横に来るように、耳のやや上に、待って力抜かなきゃいけない、ね、ここですか？え、動かないですけどえ、動きませんけど、何ですかえ、何ですか？え、どういうこと、え、どういうことですか？針金のハンガーを耳のやや上でしょ、ここでしょ、動かない何、え、ちょっと待って、違う方向、でも方向ここに合ってますよね。力を抜いて、ちょっと待って、力抜いて動かない。ちょっと作家さんに今やってもらいます、どうぞ嘘だ、絶対嘘ですよね今の。え、今何ですか、90度ぐらい右に動いたんですけど、本当ですか、本当に、ちょっと待って、力を抜こう首が動いた、え、何ですかこれ、すごいやばい今作家さんギャグでやってんのかと思ったら、え、すごい、これ有名ですか、これ有名な遊びなんですか。え、ちょっと皆さん今すぐクローゼットからこの針金の一番安っぽいやつハンガーを入手して、このかけるところを右か左かにして、耳の上ぐらいにあると首が勝手に90度傾く。すごーい、ち、感動しました、感動ものですね、はあ、楽しかったはあ、え、これを超えるお便りやりますか。続いてソロプレイネームテテモーソさんからいただきました。ありがとうございますみんな針金がつぼっちゃって笑いが私が昔から家で一人でやっている時にやっている遊びは、テレビやエアコンのリモコンを宇宙船に見立てて自分の部屋の中を冒険することです。うまく説明できないのですが、とにかくリモコンが宇宙船ということにして、シューとか言って部屋中を飛び回り、机に着陸といった感じで遊びます。たまにリモコンの電池を取り出してミサイル発射と叫びながら電池をぶん投げたりして遊んでおります。そうですか、楽しそうですね、これからも一人で大切に遊んで生きていってくださいませ。はい、やるんですか、え、あるの、あー、マジですか、え、でもマイクから遠くなっちゃうしな、あー、もうみんなの声が聞こえない、あ、もともとみんな聞こえないや、あー、あ、じゃあここ遠くから始めて、これが宇宙船、こちら宇宙船ワタモテ号、今からイケメンに探しの旅に出かけます。ブイーン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 、あ、マイクにぶつかった、墜落。以上、モテないジュードプレイできる遊びでもするかでした。モテない、告知するか。
まずはテレビアニメ私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いの放送情報です。テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、RKK 熊本放送、ATX で放送中です。さらに最新話をニコニコ動画で配信中です。続いて、リリース情報です。オープニングテーマ曲、私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。エンディングテーマ曲、どう考えても私は悪くないの CD がリリースされております。ぜひ皆さん今すぐ買って。さらにこの番組の CD バタモテラジオ DJ CD も1が9月25日に発売になります。気になるゲストはいません。別にソロプレイヤーにゲストなんていらねえし、しかもいろんな特典があるらしい。そして私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いのブルーレイ DVD 第1巻が10月2日に発売されます。第1巻は原作谷川ニコ先生の書き下ろし漫画が掲載されたブックレットなど特典満載です。第2巻以降も11月以降毎月発売の予定ですので、詳しくはホームページをチェックしてください。また原作は購読無料登録不要のウェブマガジンガンガンオンラインで好評連載中。コミックス4巻とアンソロジーコミックも絶賛発売中です。続く最新コミックス5巻と公式ファンブックマルモは9月21日に発売です。その他の詳しい情報は公式サイトでチェックしてください。以上わたもて情報でした。ラジオそろそろお別れのお時間でございます。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ホタモテの感想、私へのメッセージや質問、ソロプレイヤー認定のコーナーへのメール、心の中でツッコミを入れたこと、ソロプレイできる遊び、ツープレイ妄想の続きなど思いついたらどんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。そういえばこの間母からわたもてラジオ聞いたわよっていうメールをもらって返信してません。すごく良かったわ、滑舌も良くてって書いてある。え、私このこれで滑舌がいいって、母は一体私が普段どんなひどい滑舌を聞いているんだとか思いながら、でもあれ確か全然これぐらいかな。しかも父と聞いたらしくて、だから父とアニメも見たらしいんですけど、父と母は夫婦でどういう反応をしてあのアニメを見たのか、いささか気になるところでありますよね。いろんなところで笑ったのか、それとも無言になったのか。私は母と見て無言になったんですけど、父は割となんか多分、父小学校の私に昔下ネタかましたんですよね。なんか小学校の頃にお父さんから言われたその下ネタが未だに記憶に残ってるんですけど、え、どんな、言えない言えない、いやなんかリアルな、え、父は何言ってんだって思って、姉と二人で無言になったらママからなんか肘手つくらってた、車の中でしかもガンっつって、いやそれが私はね未だに記憶残ってるんで、父は多分笑ったと思います。そんなコーナーでオープニングじゃないや、ふつおたのコーナーで話しました。オタクカメラのアプリで撮った写真、ぜひぜひ皆さん募集しているので、じゃん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 送って、自分の恥ずかしいあんな写真やこんな写真を皆さんホームページに載っけてほしいという方、ぜひ変顔でも変な顔の人でも、あ、じゃあな、変な顔の人だったらそれはそれはそれは失礼だ、変顔でもいろいろ送ってください。それでは今回のわたもてラジオはここまでです。お相手はきった泉でした。どうせモテないんだし次回もちゃんと聞けよ。もっこもっこバイ。わたもてラジオ、この番組はわたもて制作委員会の提供でお送りしました。